さてシャーロックさん、出番ですよ。エリック、サマンサ、シャーロットがビーチバレーをしています。なかなか暑い日だったので一人が海で泳ごうと提案しました。3人のうち1人は実は泳げません。ロボットなんです。誰だか当てられますか？正解はサマンサです。はじめにサマンサは熱で汗をかいているわけでも頬が赤くなっているわけでもありません。それに小さいネックレスのようなものを身につけているように見えますよね。これ実は USB ポート、充電できないと困るので。ジェーンは仕事からバスに乗って帰宅中。忙しい一日だったので疲れていますが、混んでいるため座ることはできません。他の乗客は様子がおかしく、もしかしてゾンビかもしれないとサマンサは不安になってきました。ゾンビの乗客は誰でしょう？ゾンビはバスの中に2人います。腕に包帯をしている右の男性と、うなり声を上げている窓際の女性です。今降りれます？ダメ？ジョシュは友達と賭けをすることが大好き。金曜日、部屋の真ん中にペットボトルを置いて、そこに向かってジョシュが入っていけるかを賭けました。今回ばかりはそんな挑戦を成功させることはできまいと思ったジョシュの友達は勝ちを確信します。しかしジョシュはいつものごとく賭けに勝ちました。さてどうやって実現させたのでしょうか？ジョシュは部屋の真ん中にペットボトルを置いて、そこに向かって入っていけるかと言ったんです。そこと言っただけで、ボトルの中なのか部屋の中なのか明確にはしていません。ということで何の問題もなく部屋の中に入っていって、見事賭けに勝利。ずる賢いやつめ。テーブルの上には6つのカップが並べられています。1、2、3番のカップは空で、4、5、6番のカップは満杯です。順番を変えて空のカップと満杯のカップを互い違いにする必要があります。触れてもいいのは一つだけ。他のカップを利用してカップを押したり動かしたりするのも NG です。どうしたらよいでしょうか？5番のカップを持ち上げて2番のカップに注いで元に戻しましょう。メアリーが森の中を歩いていると、遠くに豪勢なお城が見えました。日も暮れてきていたため、メアリーは泊まらせてもらえないか尋ねに行くことにします。ドアをノックすると出てきたのはトロール。トロールは侵入者が大嫌いです。メアリーを捕らえて見張り2人のいる牢獄に閉じ込めました。トロールは謎々が解けたら解放すると言っています。部屋にはドアが2つあります。一つは試乗されていて、もう一つは自由へとつながっています。見張りはどのドアを選べばメアリーが自由になれるかを知っていますが、彼女が聞ける質問は一つだけ。見張りの一人は必ず真実を口にし、もう一人は必ず嘘をつきます。そういう人っていますよね。メアリーはどちらを信用していいか分かりませんが、自由になるチャンスは一度きり。どんな質問をすればよいでしょう？このように尋ねましょう。あなたの仲間に自由への扉はどちらかと聞いたら、どのドアだと答えますか？見張りのどちらが答えても選ぶのは閉ざされたドアです。一人は嘘をついて不正解のドアを示し、嘘をつかないもう一人も嘘をつく同僚が選ぶドアを答えるため、誤った方のドアを答えるでしょう。こうすることでメアリーは不正解のドアを知ることができるため、もう一つのドアを選べば自由になります。2本のロープとマッチの箱があります。ロープの両端に火をつけると60分間燃え続けます。これらのロープを使って45分間を測るためにはどうしたらよいでしょうか？1本のロープの両端に火をつけます。同時に2本目のロープの片方の端に火をつけてください。
1本目のロープが燃え尽きるとき、2つ目のロープにはまだ30分残されています。ここで2つ目のロープのもう片端に火をつければ2倍早く燃えるので45分以内に燃え尽きます。45分の後に何が起こるのかは謎です。町の誰もがジャックのことをアホだと思っていました。誰かが彼に50セント硬貨と1ドル札のどちらかを選ぶように指示すると、必ず50セント硬貨を選ぶためです。町中の人がいつ気づくかと彼に同じ質問をしてみました。ジャックは一度たりとも1ドル札を選びません。実は町の人たちはジャックが天才であることに気づいていないのです。ジャックのどこが賢いのでしょうか。町中の人にお金を差し出させてそれをもらっているから賢いんです。価値の低い方を選び続けさえすれば、何度も何度も人々がやってきては本当かどうか試すはずです。あの車見えます？ジャックは10年以上1ドル札を拒み続けた結果、車を買えるほどのお金を貯金できたんです。3名の男性が誰が一番賢いかを決めようとしています。適当な通行人が手を貸してくれることになりました。通行人が出した謎々を解けた人が一番賢い人の称号を手にします。私の手の中に5つのキャップがありますよね。3つは黒、2つは白です。さあ目を閉じてください。3名の男性は目を閉じます。通行人は黒いキャップを3人にかぶせて、残りの2つの白いキャップをバッグに隠しました。目を開けてください。自分がかぶっているキャップの色を当てられた人が勝ちです。男性たちは長い間お互いを見つめて謎を解こうとしました。突然一人が答えを導き出して叫びます。俺がかぶっているのは黒だ。どうやって導き出したのでしょうか。まあ実はこの方は推測したわけではないんです。論理的に考えようとしたものの、論理的な答えなどありません。ということで近くの水たまりに映った自分の姿を確認したというわけ。写真ギャラリーに来ました。壁に目を向けると写真の一つが仲間外れであることに気づきました。ラクーン、ラマ、フットボール、バルーン、皆さんはどれが仲間外れかわかります？7秒でお答えください。答えはラマの写真です。他の3つは英単語の綴りで同じアルファベットが2回ずつ続いていますが、ラマには1回しかありません。庭に水の入った樽があります。あなたは中身を見て半分以上入っていると思いましたが、友人は半分以下だと言います。道具を使ったり樽から水を出さずに、どちらが正しいか判断するためにはどうしたらよいでしょうか。樽を傾けると水が縁に触れます。底が見えたら樽は半分以下です。底が水で覆われていたら半分以上です。目の前に3つの道が広がる森の中にいます。一つは超高温の溶岩に覆われています。もう一つの道には尖った釘と割れたガラスが散らばっています。3つ目の道は寒くて南極にいるかのごとくです。どの道を選ぶべきでしょうか。選ぶべきは3つ目の道です。すぐ暖かくなりますよ。溶岩にかなり近いためにものの数秒で氷が溶けるはずです。ジョンは自宅で座って本を読んでいます。突然寝室にあった奥さんの超高額な銅像が倒れて割れた音がしました。ジョンが寝室に急ぐと、ちょうど見知らぬ人が窓を通って逃げていくところが見えました。追いかけようとしますが、寒さで眼鏡が曇ってしまって侵入者を特定できません。警察が到着して話をすると、警察はすぐにジョンが嘘をついていることに気づきました。なぜ警察は確信が持てたのでしょうか。
メガネをかけている人なら、暖かい場所から寒い場所に行ってもメガネが曇ることがないということをご存知のはずです。逆ですよね。ジョンは自分で銅像を壊したと認めたくないがために話をでっち上げたんです。ある時、男性は出先で雨に降られてしまいます。不遇にも雨をしのぐような帽子や傘などを持ち合わせていません。それなのに髪一本濡れずに済みました。なぜでしょう。スキンヘッドなんですよ。3本のマッチがあります。これらを折らずに6を作ることはできますか。アラビア数字の6なんて誰も言ってないですよね。マッチはすでにローマ数字の3を表しています。ということで、初めの2つのマッチの下の端をくっつけて V にすればローマ数字の6の完成です。皆さんは象がどんなものか知らないとしましょう。ある日、友達と一緒に動物を見にサファリパークへ行きました。友達の一人がサイを指さして、あれが象だと言います。別の友達はカバを指して、あれが象だと言います。どちらを信じますか。理由もお願いします。あなたは象がどんなものか知りません。ただし、カバやサイがどんな動物か知らないとは限りません。ということで、どちらの友達も信じないでしょう。新しい職場での1日目、同僚の一部はあまり友好的ではなく、あなたはその理由が分かりません。同僚たちは様子もおかしく、休憩も取らずに12時間働き詰め。受付の秘書によれば、一生懸命働いてコーヒー中毒にならないという理由から、この会社ではロボットを採用しているそうです。ロボットとは距離を置いて会話を避けるようにアドバイスされました。ロボットたちは人に話しかけるようにプログラムされていないからです。誰がロボットかはそこそこ明らか。アンナ、マイク、ルーシーの中で誰がロボットか分かりますか。マイクです。彼だけ右側にスイッチがついています。